白百合ペット王国。皆さんこんばんは。こんばんは。今日も始まりました白百合ペット王国。元アナウンサーで所沢市内の合唱団に所属して薙刀の有段者で数々のボランティア活動をされている茶子さんと、所沢の米で日本酒を作る会の会長、また脚本、童話、エッセイも書き、ペット総裁の仕事をされています菊池一夫さんとお送りします。この番組はゆりかごから墓場までペットの一生を網羅したラジオ番組です。ペットを愛してるから健康のこと、しつけのこと、もっと知りたい、そんな飼い主さんにお送りするペット情報満載の30分番組です。この後一緒にどうぞお付き合いください。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大木と、ペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたします。それではオープニング曲、シンガーソングライター八木田舞ちゃんで哲学をお聞きください。白百合ペット王国、茶子さん、はい、楽しみだったゴールデンウィークもあっという間に過ぎ去ってしまいましたね。本当に誰かが次はお盆休み、うん、待ち遠しいななんて言ってましたよ前半後半、はい、合わせて10連休っていう方もいたんですよね、はい、お天気に左右されることもありましたけれども、休み疲れっていう人いましたよ。そうですよねあのこのゴールデンウィークっていつから始まったんでしょうね。うん、あのゴールデンウィークって大型連休のことなんですけれども、はい、4月末から5月初めにかけて多くの祝日が重なった大型連休期間のことです。うん、昭和23年に祝日法が施行されたことにより4月29日から5月5日までの1週間に祝日が集まりました。GW と略式に表記されることもあります。私たちはゴールデンウィークって当たり前のように言っているんですけれども、 NHK ではこの名称を認めていないんですって。だから大型連休って呼んでいます。ああ、確かにそうですよね、うん、ゴールデンウィークって言わないかもしれないですね。うん、NHK のニュース確かにそんな気がします。そうですね、はい、そうですか。でも随分昔からあったんですね。ですね、私が生まれる前からですようん、あのね、はい、私なんか子供の頃は、うん、この農繁休業って確か言ったと思います、うん、これ田植えと稲刈り自分に何日か学校が休みになって、はい、でこの間家のお手伝いをする、そんな休みだったんです。へえ、そうですか、はい、私は、ふるさと都会だったのかな、それはなかったですね。ちっちゃですね。そうですね、私はね岩手県なんでね、うん、東北ですからね、うん、はい、茶子さんは名古屋だったですか。はい、そうです。大都会ですもんね、はい、ここのところずっとお客様をお招きすることが続いていましたからね、はい、今日は少し2人で骨休み、こんなこともしながらのんびりと行ってみましょうか。
そうですね、はい、はい、はい。最愛のペットと一緒、ついの住処作りのお手伝いは石の大木にお任せください。電話フリーダイヤル0120-417-548 0120-417-548。 良いな石屋。白百合、白百合、白百合。あなたのペットのもしもの時に真っ白い百合を思い出してください。白百合ペットセレモニー。お問い合わせご相談は 04-2928-0900 まで。白百合ペット王国、茶子さん、はい、この前私珍しいものを見たんですよ。珍しいもの、はい、何でしょう。もう本当にね、こんなの二度とね、はい、会えないかなと、そういうふうに思うようなもんだったんです、うん、これね、2羽のスズメの大喧嘩。スズメの喧嘩、そう。へえ、これね、うん、取っ組み合いなんですよ。へえ、うん、この本当に2羽のスズメが噛みつき合ってね、うん、それから手の方ではこのね、うん、掴み合って、はい、上になって下になったりね、うん、これトンズほぐれずなんて言いますが、うん、本当にああいう大カットだったんです。へえ、ね、それでね、私の他にね、うん、子供がずっとそのそばで見てるんです、うん、その距離差っていうのはね、うん、40-50センチぐらい、もう1メーター切ってしまう、そこまで寄って、うんうん、それでもね、この2人のスズメさんはね、うん、喧嘩やめないんですよ。へ、何が原因だったんでしょうね。なんでしょうね、うん、もう本当に。でちょうどね、私ね、うん、カメラを持ってたんです、うん、こりゃすごいもの撮れるぞってね一生懸命撮りまくったんです。それでね、この確認して、そしたら記憶メモリー、うん、あれが入ってませんって言って、あららら残念どっかに残ってないかなと思ってね、一生懸命見たんですけどね、うん、これはね、残ってなかったんです、うん、本当にね、うん、二度と、まあ、一緒のうちに二度とそんなところに巡り会えるって、そういうふうなね、確証もないし、うんうん、これは本当に悔しかったですね。はい、できたらね、もう一回あそこのところまでね、時間戻せるんだったらね、今度はしっかりとね、うん、記憶のカードを入れて、うん、そしてしっかりとね、写真撮りたいなって、そんな思い今でもあるんです。へえ、はい、そうか。スズメの喧嘩ね、はい、昔下切りスズメとか、はい、童話に出てくるお話がありますよね、うんうん、はい、なんかスズメ同士ってすごくちっちゃいし、うん、茶色いし、はい、なんかこう重なって喧嘩し合うって言っても、その大きな鳥ではないので、うんうん、そんなに迫力っては感じないんですけど、うん、迫力ありました。本当にね、手伸ばせばね、うん、パッと取れるぐらいの、そんなところでやってたんです、うん、で迫力っていうより、何なんでしょう、このね、真剣さ、うん、初めは、死んでしまった1羽のね、うん、そのスズメさんを一生懸命ね、この、うん、運ぼうとしてるのかなって、そういうふうにも見えたんですけど、はいはい、でもこのひっくり、この噛み合ったりね、それ見たら、どっちも生きてるんですよね、うんうん、あら、声立ててました？声はね、チュンチュンチュン声は立ててなかったと思います。へえ、はい、時間はどれぐらいですか？そうですね、7-8分、もう10分近く分。そんな長い時間、ええ、うわ、体力使ったな。そうですね、でも確かに珍しい光景ですね。そうなんですよ。うーん、茶子さんはね、何かそんな珍しい体験ってのあります？珍しい体験、ちょっと思い浮かばないけれど、まあ、喧嘩って言えば、はい、我が家の猫ちゃん、うん、時々兄弟喧嘩をするんですけれど、はいはい、上になったり下になったり、あ、はい、まあ、どっちかがちょっかいを先に出すんですよ。でね、眠いのにやめてくれみたいな感じだったり、で一匹がダーって、それちょっかい出しておいて逃げるんですね。そうするとそれを後から追いかけていって、その捕まったところで上に下に のこうアニメに出てくるようなね、喧嘩状況になるので、うん、そんなのは時々見かけますよ。そうですか。はい、
話は変わりますが、熊本の大地震から一月になりますね。そうですね。自らも被災しながら、はい、ライフワークの小さな命を救うべき活動に休みなく動き続けている一人に、うん、土田悦子さんって方いるんです。はい、何回かこの方のフェイスブックから紹介してはいるんですが、今回もね、本当にこの、うん、なんてジーンとくるっていうか、うん、そういうふうな書き込み、そういうふうな投稿があったんで、はい、ご本人のこの了解を得て、そしてこれ紹介したいなと思うんですが、うん、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、発端は4月27日のフェイスブックです。はい、熊本迷子犬緊急、車にひかれてしまいました。ひいた方が病院へ連れて行きましたが、どうすることもできず、本日4月27日保健所行きになりました。現在下半身は動かないそうです。地震で怖くて、飼い主と離れて寂しくて、事故で痛くて保健所、飼い主さん気づいてほしい。避難所にいらっしゃるのかもしれません。避難所に回られている方、チラシのご協力をお願いいたします。そしてこの次の朝8時51分の投稿ですか、はい、情報が入りました。うん、皆様へ、昨日投稿しました柴犬くん、今保健所から電話があり、虹の橋を渡ってしまいました。昨日は物資を配るため南阿蘇益城町へ行っておりました。その帰りに保健所より電話、保健所に着いたのが5時過ぎでした。すぐに病院に連れて行くべきでした。自分自身があまりに疲れており、明日朝一でと言ってしまった。あ、こんなの言い訳ですね。すいません、本当にごめんなさい。あの子を一人で行かせてしまった。申し訳ない気持ちで、あの時すぐに走っていればあの子を助けることができたのかもしれない。そう考えると後悔しか残りません。皆様にもご心配ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんでした。その3時間後の投稿からです。はい、飼い主さん見つかりました。あ、よかった。生きて会わせてあげたかった。チラシを貼りに御船に向かっていたところ、情報が入り、飼い主さんのご自宅に行かせていただきました。ご自身も被災されておりました。今日迎えに行かれ火葬していただきます。名前はドリ。ドリ、よかった。帰れるよ。ごめんね。生きて帰りたかったよね。で、最後になりますけれども、飼い主さんからのコメントと読める部分がありましたので、ご紹介いたします。土田悦子様、ご自身も地震の被害で大変な時に、ご尽力を心より感謝いたしております。シェアしてくださった皆様のご協力ありがとうございました。ペット、家族がいなくなった時、迅速に動くこと、自身が避難されていても探すこと、それにつきます。動けるのなら、足があるのなら、声があるのなら、命の灯火が消えてしまう前に、だって家族だから。熊本地震で迷子になった子たちがたくさんいます。引き続きよろしくお願いいたします。ということでした。あ、そうですね。はい、この土田さん、はい、これフェイスブックである方が交通事故に遭ったっていう、そういうふうな投稿に、生きて飼い主さんに返してあげたいねって、こういうふうな一行があったらしいんです。これで本当にそうだ。でそう思って辻田さんがこう動き出したって、そういうふうな話してました。
益子さんもね、あの次回この放送に出ていただけると思いますけれども、ね、はい、やっぱり熊本の現状、そうですね、まだまだね、こうあの揺れがニュースで伝わってきますの で、私も本当に心を痛めますけれども、ああいう被害状況を見ると本当に動物どころではなくて、今、人間が本当に日常を取り戻せるかっていう大変な今状況にあるので、本当にね、かわいそうというか辛いというか、どうしてあげたらいいんだろうって思いますよね。そうですね、あの小さな命を、これもやっぱりね、変わらない命なんだ、尊い命なんだって、そういうふうなことで、益子さんも、またこの土田さんも、また東京の大野さん、東京から物資をどん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 送ってくれてるんだそうです、それからあと広島のあの方もそうですけどね、そういうふうに人間にもまた動物にもって、こういうふうなことで一生懸命やって動いてくれてる、そういうふうな方がいっぱいいますね、そうですね、尊い方が、はい、今日の疲れをすっきり、松葉オイルの入浴剤パインハイセンス、ご用名は石の大き、0120-417-548、0120-417-548、フリーダイヤル、よいな石屋。白百合ペットセレモニー、愛する小さな家族の旅立ちをお手伝いいたします。ペットの送り人として心を込めてご葬儀を受けたまわります。白百合ペットセレモニー、カタカナでところスペースペットセレモニーで検索。白百合ペット王国、それでは今日久しぶりで童話を茶子さんの朗読で一つ紹介します。童話、月としのちゃんとかくれんぼ、菊池一夫。東の空に丸い大きな月が出ました。その中にうさぎの姿をくっきりと映し出しています。おじいちゃんはその月を眺めながら思いました。晩ご飯を食べたら孫のしのを散歩に連れて行こうと。しのちゃんとはもうじき3歳になる小さな女の子です。ママが2人目の赤ちゃんの出産で病院に入っている間、おじいちゃんの家に預けられたのでした。おばあちゃんがご飯の支度を始めると、そばに来て手伝いの真似事をします。おばあちゃんは、しのちゃん、このお漬物おじいちゃんのところまでお願いね。しのちゃんは両手でお皿を大事そうに持って、こたつ台のおじいちゃんに渡します。おうおう、ありがとう。しのは上手にお手伝いができるんだね、えらいな。そうおじいちゃんが褒めました。しのちゃんはとてもうれしくなりました。すぐまたおばあちゃんのところに行って次のお皿を運んできました。おじいちゃんはさっき以上にしのちゃんを褒めました。ご褒美に晩ご飯が済んだらお月様を見に連れて行ってあげようか、そう言いました。しのちゃんは目を大きくして大喜びでした。おばあちゃんが、夜なのに大丈夫？と声をかけてきます。おじいちゃんは、昼では月は見えまいと言いかけてやめました。晩ご飯を済ませ、おじいちゃんはしのちゃんの手を取って近くの小川のところにやってきました。静かに流れる川に丸い月が映っています。しのちゃんは不思議そうに川に映る月と空に浮かぶ月を見ていました。少し離れた太鼓橋の方に歩いていくと、川の中から何かの声が聞こえてきます。しのちゃんはおじいちゃんにしがみつきました。あれは牛ガエルってもんじゃ、怖くはないよとしのちゃんを抱きしめながら言いました。牛のような声で鳴くから牛ガエル。しのちゃんはきょとんとしています。おじいちゃんは、そうか、しのは牛もまだ見たことないか、そう言って白い歯を見せました。道端に一本電柱が立っていました。しの、
お月様とかくれんぼするぞ。おじいちゃんはしのちゃんの手を引いて、少しずつ体を回り込ませていくと月が見えなくなりました。しのちゃんは不思議に思い、電柱からパッと顔を出しました。丸い月が空から微笑みかけます。はい、しのみっけ。おじいちゃんは笑いながら言いました。また歩いていくと大きな桜の木がありました。しのちゃんはおじいちゃんの手を振り払って木の陰にしゃがみました。今度はうまく隠れました。すぐそばににゃーとブチ猫がお座りしていました。しのちゃんはその猫に近づいていきました。かくれんぼのことなどすっかり忘れています。ブチ猫は少し後ずさりしてちょこんと座ります。またしのちゃんが近づくと同じようにブチ猫は後ずさりします。おじいちゃんはニコニコしながら、はい、しのみっけと言いました。しのちゃんはきょとんとした顔でいます。おじいちゃんが指で月を指してみせました。しのちゃんはやっとかくれんぼのことに気づいたようでした。今度こそうまく隠れようなしのと、おじいちゃんはまたしのちゃんの手を引いて歩き出しました。お寺の大きな屋根が近づきました。おじいちゃんはしのちゃんの手を引きながら屋根の陰に隠れました。ここならちょっとには見つからないぞ。おじいちゃんはそう言ってしのちゃんの頭を撫でました。しのちゃんは少し歩いて月を探しているようです。でもお寺の屋根が大きくて月は見えません。しばらくそうしていましたが、しのちゃんはどうやら退屈しだしたようです。しの、そっちに行ったらダメだよ。おじいちゃんの声が止まないうちに、うー、ワンワンワンと犬の声が響きました。しのちゃんはびっくりして逃げ出しました。おじいちゃんはしのちゃんを抱きしめて、ああ、二人とも見つかっちゃったと月を見上げて笑いました。終わりというお話でしたけれども、はい、このしのちゃんとお孫さんのことですか？そうなんです。モデルになるのは孫ですね、うん、はい、でもこうお手伝いしてね、なんかこうありがとうって、偉いねってこう褒める、あれは字で言ってますね、きっとそうなんでしょうね。そうなんですね。あの、私実は、あの学生の時に保育科だったんですよ、はいはい、それで、あの保護資格とか幼稚園の先生とか、はい、そんなのができる資格も持ってるんですけれども、はい、学生の時に、あのこう乳幼児期の関わり方っていうか、そんなのを勉強したことあるんですけれども、なんか懐かしいなと思って、ああ、はい、私も子育ても孫育てもいたしますけれども、ね、はいはい、なんかね、ちょっと皆さんに紹介したいのが、の共感のあいうえおっていうお話なんですけれども、共感、うん、はい、はい、お子さんが新しいものに触れた時とか、はい、うん、その驚きや反応に対して親が一緒に感動してあげられるかって、それとも無関心に聞き流してしまうかって、それでその後の人生の幅が大きく違ってくるって言われてるんですね、はいはい、でその親が一緒に感動っていう、あのことでその共感できるその内容の話っていうのがあるんですけれども、はい、その共感のあいうえおっていうんですけどね、はい、そのあはありがとうって、はい、ありがとう、たとえ自分が知っていることでも、子どもが発見したことだったら、教えてくれてありがとうって笑顔で返すんですよ、はい、うん、それで、いっていうのが、いいね、いいね、はい、うっていうのが、はい、嬉しいね、嬉しいね、はい、えっていうのが偉いねって、あ、偉いね、うん、で、おっていうのが面白いねって、だから子供が興味を持ってこう発見したり驚いたりしてることに、そばにいるその親でなくても大人が、まあここのお話の中でおじいちゃんでしたけれども、おじいちゃんもおばあちゃんもやっぱりこう
まあ、すごいねっていう表現もありますけれども、うん、偉いねとかしてもらったことで、うん、こう嬉しいことがあったら本当に声に出して、うん、ああ嬉しいねありがとうねってこう言ってあげることで子どもがその気持ちを一緒にあって安心感を持ってまたそれで前に進めるっていうか、そんなお話なんですけどね。そうですか。あいうえおね。そうですね。あそうですか。だから共感共に感じるあいうえおっていうことなんですよね。あのお料理のね調味料のさしすせそっていうのもあるんですけれど、あの共感のあいうえおっていうのもちょっと子育てに参考になるかなって思いました。あ、そうですね。はい、もう一回あいうえおの一つ一つ、はい。はい。ありがとう。はい。いいね。はい。嬉しいね。うん。偉いね。はい。面白いね。あ、はい、うん。これがあいうえおって。ああ、そうですか。うん、そんな話です。じゃあこれはね、うん、あの本当に惜しみなく使って、はい、で子供の将来ね。うん、人間の幅が違ってくるっていうそんな話が今ありましたからね。そうですよね、うん、で子供って自分がもう本当に成長しようっていう気持ち、はい、その力っていうのは、うん、生まれながらに持っているっていうんですよ、はい、うんうん、だからもう親も子供もこう焦らなくていいので、うん、一緒に成長していこうっていう、うん、そんな気持ちで、うん、こんな言葉が思い出されたら嬉しいかな、うんうん、そうですね、はい、あいうえお、はい、はい、番組もいよいよ終盤に差し掛かりました。今回は茶子さんとのんびり童話ライブなどをお送りしました。この番組はペットと共に眠れるお墓を企画の石の大きとペットの送り人でありたい白百合ペットセレモニーの提供でお送りいたしました。エンディングのご紹介です。今回はドリーミングのオリジナル曲から日の光を田島玲子さんの歌声でお聞きしながらお別れです。それでは次回まで皆さんごきげんよう。